人間、見て。めっちゃ可愛いタコ見つけた。からの入院。やべえ、ガラしてる時点で触ったらあかんよな。怖い？縄文か。縄文ダコじゃなくて大丸もんダコやで、模様がまん丸なのはこっちや。どんだけヤバいんや？噛まれたら毒がフグと同じ、見つけても触ったら絶対にあかんやつ。毒はあるがキュートなのはキュートやろがい。入院で済むんか？こいつ少量でも死ぬレベルの毒やろ確か。粘液が爪の間から少し入ったぐらいで済んだんちゃうか。触ってもダメなんかこいつ。めっちゃ可愛いクラゲ見つけた。触るだけであかんやつってうっかり触りたくなる感じはしてるよな。キッズは喜んで触りそう。自然界で青いやつってやべえやつやん。やばいのはこれや、小さすぎて見えないから。可愛い見た目に騙されないで。海とか山とか危ないからいけないわ。なんでやばいやつって柄もやばいの？やばいからワイはやばいでと周りにアピールしてる。そうしないと毒持ってても食われるやん。ほんまに可愛いのが厄介やな。この前フグの赤ちゃん捕まえたらバリ怒ってて草生えた。勝てるわけないだろ人間に。へ。草。川よ。おこなの。トラフグ？こんなのどうすればいいんや。普及するよ。可愛い解体。川よでも命がけの威嚇と考えるとかわいそうに思えてくるわ。冒険のサポートしてくれそう。かっこいい。ドラゴンっぽい。美薬分泌液とか出しそう。フェアリードラゴン水エスパータイプっぽい。モンハンの敵感。FF にいたよなこんなやつ。毒ないだろこいつ。カツオのエボシとかを餌にしてその手法を無傷で体内に止めて武器にするタイプ。投資法とかすごい進化。毒持ってる奴らの警戒色の鮮やかさなんなんだ。モフモフ。成虫もモフモフ。モスラ。可愛いのに。モフモフやんか。なでなでしたろ。はっと気づいたら頭上の木の上にこんなんびっしりついてたら恐怖で泣く。可愛すぎて猛毒と知らなかったら触る自信ある。アメリカ城一人だった賭けが有毒だのと有名になった時期があったな。モフリテー。成虫はなんかモンハンにいそう。調べたら毒ガの仲間だった。スローロリス。くっそ可愛い成獣。見たことあるなんてだろう。唾液に毒を含んでいるという事実。ゴマ？まさかダーウィンが来た見なかったんか？脇から出る液を唾液と混ぜることで毒性を発揮するんやで。あのクソ雑魚なめくじが生き残るための数少ない武器や。人間が多品だ例もあるから結構侮れないで。クソ雑魚なめくじの名に恥じない毒の作り方やな。サルモク、緑鼻炎アモクの一種やからリスではないで。本来はスローとロリスと分けて解釈するのが正しいんやっけか。ズグロモリモス。世にも珍しい毒を持つ鳥、体毛に大量の毒を含んでおり体に触れるだけでたちまち毒に侵されてしまう。ただし、あくまでも護身用の毒なのでこちらから接触しなければ基本的には平気。とっぴかわいい？黒とオレンジのコントラストやぞ。思いっきり素手で掴んでるじゃねえか。かわいいし綺麗やな。毒持ってる奴らはなんでどいつもこいつも自己主張が激しいねん。ワイは危険やねんで。食ったらあかんでって、主張してるつもりかもしれんけどそれ以前に見つからない工夫をせないかんでしょ。毒持っとることを体で覚えさせるんや。逆に毒持ってるから自己主張強くても生き残ったんちゃう？触らなきゃ大丈夫。ガチで一殺してそうな色してる。こいつら高いよな。こんなん降ってきたらビビり散らかすわ。ロマサガにいそう。ヤドクガエルは飼う環境を整えて餌準備するのが面倒なんよな。ウェザーリポートで知った。こいつら2万とかすんだよな。こいつ確か餌に含まれる毒を蓄えてるだけで自分じゃ毒を生み出せないんだよな。名前負けやん。毒あるけど身を守るための毒やし別に怖くないやろ。毒屋に使われてそうな名前で草。実際使われてるんだよな。ブラックマンバ。アフリカ中部のごく一部地域にのみ生息する世界最強にして世界最速の毒蛇。毒の質、量ともにキングコブラを大きく上回り、1匹で2万、2000人の人間をマルス毒を備えている。イオンモール1の点がある浜松市東区の人口およそ2万、2000人、あ、かっけー。アフリカに生息してるんだな。ググってちょっと調べただけで恐ろしいわこの蛇。現地じゃ、これに噛まれたら、諦めてくださいって話らしいね。噛まれて秒速で麻痺していくから吸い出すも何も、ほとんど間に合わないらしい。まず顔面の動きは麻痺ですぐに止まり、あっという間に内臓もやられるとか。まあ一生アフリカ行かないから会うこともないだろうが。ブラックマンバをそもそもヘビってことを知らなかったわ。てっきり昔の渋谷にいる民族かと。それやマンバやろ。お口の中が黒いのがブラックマンバさんやで。群馬にあるジャパンスネークセンターで見れるでちな食堂ではヘビ料理も楽しめるで。
遠方から獲物を攻撃する唯一のヘビがブラックマンバさんやで、ママチャリコグオバハンくらい早いで。デスストーカー。中東の砂漠にのみ生息する毒サソリ、一見するとヨロガリで体も柔らかそうなのでクソ雑魚なめくじと思われがちだが、その毒や攻撃性は全てのサソリの中でもダントツで最強。その上、機動性や視力も優秀というのだからもはや手がつけられない。クソヤバいサソリ。生物としてヤバいよな。サソリはハサミが小さい種類の方が毒強いとかなんとか。毒が強い種類が多い。極東サソリ科の仲間がハサミかっこ強脚が小さく、毒が大したことのない種類が多い。コガネサソリ科の仲間がハサミがでかい。それ以外にもいくつかファミリーかっこ科があるし、例外も多々あるから当てにしてはならん。勉強になった、ありがとう。テレビの毒生物特集ナショジオやアニマルプラネット好きな俺としては最高だった。2006年からその危険性ゆえに日本での輸入が禁止されているらしいで。怖いわこんなやつ、日本にいなくてよかった。口はパコーンとなってて見た目は可愛いけど毒がある生き物。つぶらな瞳がキモい。なんやその生き物、初めて見たやで。弱そうだけどキモい。手を舐められたい。モグラやトガリネズミやソレノドンなどの食虫目の哺乳類も唾液に毒があるらしいで。え、毒あんのかあいつ。こいつら毒持ってるって知らなかったわ。逆になぜ哺乳類は毒を持たないのがほとんどなのかな。毒を持つと何か不都合あるかな。哺乳類って脳が発達してて、体の隅々の感覚が敏感だからしょっちゅう痒くなる。つまりしょっちゅう嗅いたり舐めたりしてるわけで、毒を自分で摂取してしまう割合が増える。多種に聞いて自分には効かない毒というのは確かにあるんだが、肝臓には負担がかかる。毒を作るコストは意外に高い。鳥類も哺乳類も高温動物だから毒の生成に回すエネルギーを、他のことに回すことにしたんじゃないかな。変温動物のヘビですら、毒を無駄に使うことは避けるからね。バラハタには身や内臓にシガテラ毒が含まれる。煮たり焼いたりしてもなくならず、食べると頭痛や嘔吐下痢、不整脈などの症状が出ることがある。よよよ。これ食うなんてチャレンジャーだな。やっぱり魚はサバぐらいでいいよね。見るからに食べるな危険って感じの色だな。色もだけど、尾の形もすごい。こんなもの見ても食欲湧かないよ。魚、俺を食べると危険だぜ。沖縄の魚にしか見えんが、これはヤバいやつなのか。なんかもう、見るからにヤバい。鹿児島以南の亜熱帯、熱帯のサンゴ礁に生息し、猛毒を持つモレオウギガニ。筋肉に、麻痺性解毒の一種サキシトキシンやフグ毒で知られるテトロドトキシンを含む。甲羅にも毒素が染み出すことがあるといい、触ったら必ず手を洗うこと。見かけないカニを見つけたら、水族館に連絡してほしいと話している。食べるなよ絶対食べるなよ。あからさまに危険な匂い。モンハンに出てきそう。すべすべまんじゅうガニ以外にも毒のカニがいたのか。食わねえよ。出し取りのために調理しちまうかもしれん。石ガニかと思って食べてしまいそうだ。小さいのだったらうっかりサワガニみたいに唐揚げにしてしまいそうだ。キロネックス。モンスターファームにいそう。ドラクエのモンスターにいそう。海に入らなきゃ危険じゃない論破。普通の人は5分で足しぬが、強い人で10分ぐらいは生きられる。ここで草生える。そんなキロネックスだが、ウミガメかっこ赤ウミガメだけは別格で、自慢の毒がウミガメにだけはなぜか効かず、バリバリと食べられてしまうのだそうだ。サンキューウミガメ。クラゲなのにバリバリ行くのか困惑。カメが最強じゃないか。母なる海とかいう大嘘。危険すぎるんじゃ。マムシの800倍世界の毒カメの中で最も毒が強く、危険な毒カメとして名高いのはタイパンの仲間ですが、内陸タイパンはその中でも最強毒カメです。オーストラリアの内陸部に住み、非常に攻撃的な性格とも相まって、住民からも恐れられています。毒持ってるやつってなんで香寸芸色合いしてんだろうな。そりゃ毒あってもあることに気づいてもらえなければ抑止力にならないし、ツマグロヒョウモンの幼虫は毒ないくせに毒ありそうな色になって身を守ってるからそれくらい色は重要。毒持ってますアピール、一時被害を抑えるため。それを素手で持つとかすごいな。目がいっちゃってるよ。すっげえ貫禄が違うな。毒ガメってまず初めて聞いたわ。攻撃性の高いカメってのもすげえな。45分は恐怖与えるための時間。毒カメってすげえな。知らないと捕まえようとしちゃいそう。なんでこんなキモいんや。ゼロ通感ある。空から来たやろこいつら。化け物。これあれやろ、麻痺させたり石化させたり。まがまがしい。かっこよ。ゲーミング生き物だな。想像の3倍キモかった。
大人になると毒々しい模様が特徴の猛毒ダコとして有名なヒョウモンダコも、赤ちゃんの時はやっぱり可愛い。あれ？と思ったら一円玉の下からいるよって顔出してきた。お茶目。お茶目可愛い。ダコの赤ちゃん。可愛い。表情もカメラ目線。ちょっとイカっぽい。こんなの可愛すぎて育てたくなる。可愛い地球外生命体。立派な猛毒ダコに。海の生き物可愛いな、大好き。タコの赤ちゃん、可愛すぎてタコのことちょっと好きになっちゃったじゃん。コケル界の撮影に成功しました。イモガイくんじゃん。イモガイっぽいね。可愛いけど怖い。これは超猛毒のイモガイくんじゃん。猛毒があるから運動能力はいらないとでも思ってるのか。可愛い。親近感。帰ってこけるんだ。ペロって剥がれちゃうの可愛いな。本人は必死だろうけど、ペチって音がキュート。予想以上に綺麗にこけてて笑った。道化師のようなヤママユガの幼虫。仮面ライダーの怪人にいそう。サンバが流れてきたら踊り狂って戦えないのが弱点とか。うん、ティアナ高原のヤママユガは毒があるのか。可愛いな。その曲さえに惑わされて近づいた人間を毒でざっと丸しちゃうんだね。そんなところもキュート。怯えた顔も楽しそうな笑顔もいいだろうな。可愛いな。体長 1.5 メートルくらいで永遠に幼虫の姿のままのヤママユガの幼虫なら飼いたい。めっちゃ危険な毒持ったケムシ。ヤママユガすげえかっこいい。触れないけど。派手すぎて毒々しいとかビフミの判断するどころじゃなくなって、食べようとか思う思考を滅する作戦ターものすっごい進化だな。道化師ヤママユガの幼虫。ヤママユガの幼虫気持ち悪くて鳥肌立ったけど綺麗ではある。うえ？なんだこの気持ちは。このヤママユガの幼虫なん食ったんだ。ベネズエラヤママユガなのか。グミみたいで食べれそうとか思ったら超猛毒じゃん。陸上性節足動物では世界最大。でも世界中で食べられているのよ。要はでかいヤドカリだけど、食べ方によっては毒性あって死に至る。とも言われているのは有名な話よね。くれぐれも気をつけてな。ヤシガニは住んでいるところが厄介ですね。こいつは陸上での雑食性腐肉食です。何でも食べます。雑食でどんなもの食っているのかわからないので熱入れても毒性がなくならないもの食べてたら普通に中毒になりますね。マジか、普通に食べられると思いました。戦時中、パラオで祖父が食べてたと、ご馳走だと言ってました。ダンジョン飯で見た。ヤシガニの消化器系は食べてはいけない。いざという時に役立つ。内臓は食うなよ、どんな生き物でも。これは鉄則。宮古島で夜車走らせてると高確率で見るやつ。マジででかい。家猫よりでかい個体とかザラにいる。ヤシガニ釣ったら最強クラスの甲殻類なんよな。材料工学の研究者たちにもハサミの構造はすごく注目されてる。真っ赤な体とクワガタのような大顎が特徴で、触るとかぶれや水ぶくれを引き起こすことがあるという。専門家は見つけても触らないように呼びかけている。ヒラズ原生とは、見た目はクワガタだが、土半妙化の甲虫である。カンタリジンという毒があるが、ガシッと捕まなければ大丈夫だ。ヒラズ原生なんて、高知でもレア中のレア昆虫だと思ってたんだが、大阪や京都では注意喚起が出るくらいメジャーになってんのか。触らなければどうということはないということは理解した。ヒラズ原生から攻撃してくることはないので過剰に警戒する必要はありません。ただし虫捕りで子供が触ったりする可能性はあるので注意してください。ヒラズ原生って、一類幼虫がクマバチの体にひっついて、いろいろ移動するんだよね。成虫もそれなりに飛ぶし、生息範囲が拡大していても、なんら不思議ではない。生息密度の多い少ないはあるが、山の中、町中、海辺とクマバチの巣さえあればどこにでもいるので、なぜ、準絶滅危惧種なのかわからない。初めてヒラズ原生見た。いつの間にか我が家のあたりでも普通に見かけるようになったヒラズ原生。いつか見てみたいと思っていたが、まさかこんなにたくさん見られるとは。唐辛子みたいな匂いするらしいで。イルカ、クラゲで遊ぶ。イルカキャッキャッ、クラゲさんキャッキャッ。クラゲさんは絶命。イルカには遊びでもクラゲには拷問。おもちゃにされるクラゲがかわいそう。クラゲもたまったもんじゃないな。イルカ、クラゲは玩具だよ。クラゲ、あボブボブボブオーボ。賢いイコール残酷な遊びを知っている。イルカ、フグの次はクラゲで遊んでる。